リンジ千年決戦編アニメクイズ目でキャラ当て全16問スタートです。第1問、誰の目でしょうか。10秒経つとヒントが出てきます。冷静に行動する一方、劇場をあらわにすることも。答えは固定13体10番隊隊長室ヶ谷藤四郎でした。第2問、名実ともに死神たちからも信頼を得ている。答えは死神代行黒崎一護でした。第3問、美を好むナルシストで醜いものを嫌う。答えは固定13体11番体第5席綾瀬川弓近でした。第4問、天然でピントのずれた独特の発言が多い。答えは唐倉第一高等学校井上織姫でした。第5問、新王霊術院在籍時から石炭入りを確実とされていたほどの優等生。答えは固定13体9番隊副隊長久木周平でした。第6問、かつての12番隊隊長であり技術開発局の初代局長。答えは駄菓子屋浦原商店の浦原喜助でした。第7問、裏の任務を主とする。答えは固定13体2番隊隊長兼隠密機動総司令官ソイホンでした。第8問、弱でやや暗いが真面目な性格。答えは固定13体3番隊副隊長キラ・イズルでした。第9問、
音楽への造形が深く、自分の風格を貫く。答えは御帝十三隊三番隊隊長大鳥橋老次郎でした。第10問。柔和で温厚な人格者だが怒らせると怖い。答えは御帝十三隊四番隊隊長宇野花烈でした。第11問。イチゴに出会い死神の力を分け与えた人物。答えは御帝十三隊十三番隊副隊長藤木ルキアでした。第12問。関西弁を話しひょうひょうとした振る舞いが特徴。答えは御帝十三隊五番隊隊長平子真嗣でした。第13問。藤木ルキアとはルコン街時代からの幼馴染。答えは御帝十三隊六番隊副隊長羽払い蓮司でした。第14問。自らを拾ってくれた山本源流祭重国に強い恩義を感じている。答えは御帝十三隊七番隊隊長駒村左人でした。第15問。表彰として軽薄な言動が目立つが、その実思慮深く周囲からの人望は厚い。答えは御帝十三隊八番隊隊長享楽俊水でした。第16問ラストです。武道派で怒りっぽく大使と共に粗暴。答えは御帝十三隊九番隊隊長ムグルマケンセイでした。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。他にもいろいろな動画あるのでまた見てください。バイバイ。